乱世、老いが生きてるうち、恋が最後の戦乱かもしれん。これまでの老いは、時代を担う若きに残すものば探しとった。じゃが、最後となれば、人間誰しも正直になるものよ。このまま朽ち果てた時の心残りはただ一つ。次元。 その誠の姿を見つけられなかったことね。決めたど。おいは進む。たとえ鬼となる道を歩もうとも、我が剣、青鸞よ、付き合ってもらうだ。 天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。時は来た。決着をつけようぞ。剣心、望むところ。雌雄を決するは今。 追いかける武田の策ですな。こちらは人なず陣を取り進めましょうと。危ういと思ったらいつでも呼べ。おまはんらも男なら度胸は見せんねえ。どうやらおまはん天の器にないようだぞ。 お前、無敵の名を言ってみろ。名を得られ続けた。我らの旗を掲げよう。敵方にしかと示すのだ。あの戦いをもっと近くで見ていたい。
この雪村鬼殿、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 この雪村鬼
石垣を砕いたからにはもう後戻りはかなわぬぞ。見えた、上杉が誇る、いざ貫かん。うん、さすがじゃ雪村。断言しよう、この世で最も高潔なるは謙信様と。安静不動、乱れに動くなかれ。踏み台にした。そこでおやすみなさい、ヒナ殿。ああ、いざ虎の巣。はっ、申し訳ございません親方様。この雪村、虎になれども傷つきとはなめず。よい、ひとまずは下がっておれ雪村。まだまだ、せめてを許す。氷のごとき太刀、この時を待ちわびたぞ剣心。魂の熱きの火やも、私もお待ちしております。守備は我らにお任せあれ。これはしたい、無敵の名を得兼継ぐに全てお任せあれ。幕府の疲労は与えた。拙者はここまで。今の義弘様がこの程度で満足するはずもなかろう。侵略すること火のごとく。長者、進軍せい。承知いたしました。おい、この通りよ。敵もやりおる。私の世界もまた終わらない。
水面の月を崩さぬよう進むのです。ははあら、これが切り取り放題ってやつか。よく見えて、乱世一の落ち着きぶり。それが親方様よ。参ったね。布と薬がいくらあっても足りゃしねえ。報告か。わかった、ご苦労。いつか俺も雪組の一員として名を馳せるんだ。この戦勝敗に関わらず、我らの信念は変わらぬ。これほどまでとは思っておりませなんだ。無敵であれば、いや、むしろ皆が名を兼ね継ぐであれば、バッサバッサと小気味惚れ惚れするしかねえや。いやい、気合じゃ皆の者、あの者に遅れを取るでないぞ。はは、はい、こう名乗りをあげましょう。軍神ならぬ剣、上杉の剣神と。わしは見定めねばならん。この狂乱の行く末をの。島津の全ての命運をこの勝負に託そうぜ。わかりやすくて実によか。おいどもはじっちりぶっ倒すぞ。何の憂いもなしに慕われる日々中のも悪くはなかったがの。何もたくさんの強気がおったとは、すべては始まりの帝、足利義輝の天聖奉還の一声。この強気を呼び覚まし男、剣を目指す者は皆こぞって、やつは剣帝とも呼ぶ。変幻自在、唯一無二、日の本一と伝えられし剣腕。この男と切り結めば老いの次元は完成するとか。いや、今の老いじゃ砕け散るね。情けなか。島にて疲弊した武田、叩くならば今こそ好機。再会の鬼が鬼ヶ島に乗ってやってきました。
望みを追われた砂人が今なお逃亡を続けているとか。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、わびすけ。